はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンハンワールドまたやっていきます。ストーリーどんどん進めていこう。何したっけ前回。総司令と話して、受付所と話す。ハンターランクをね、上げるためには任務を進めるっけないから、どんどん進めていこう。そうだ、あとオプションから頭装備だけ表示をなくすっていうのがなんかベータの頃からあったらしくて、これでね、これから最後までどんな装備をしようと、ムービーもツインテールおじさんさらけ出して遊ぶことができる。素晴らしい。で、受付嬢ね。あ、そうだ、全身装備をとりあえずジャグラス結構買ってたから素材があって、全身ジャグラスにしてみた。お疲れさん。この人にも何かある。よろしく。納品だね。納品クエスト、こっちだ。来ましたね、相棒。そう、プケプケだ。プケプケがいたから、プケプケ退治しようっていうやつだ。プケプケと試しに途中参加救難信号をオンにしてみるか。何度かその救難信号オンになってるクエストに参加してみたりしたんだけど、なんか続々プレイヤーが集まってくるみたいな世界に。これまでのモンハン、途中から仲間が来る、助けに来るっていうのはなかったからね。調査ポイント、まあ、お金で飯食ってもいいんだけど、調査ポイントが結構溜まってて、あのモンスターの痕跡とか探った時に手に入るポイントで飯も食えるから、適当にこの辺食ってか。気まぐれ定食 OK。 料理はする。アイテムももうだいぶ集まったしな。回復もたくさんあるから、回復はあって困ることはない。出発。緊急任務。じゃあ早速ね、モンスターと遭遇すらしてないけど、救難信号発信。これでね、あのクエストボード見た知らないプレイヤーがね、助太刀に来てくれるはず。来なかったら悲しい。でこっちのキャンプから湧いたけど、多分プケプケこの辺に出ると思うんだよな。こっち降りよう。まずちょっとシルベムシに誘導させたい。雨か。これはプケプケの痕跡じゃなさそうなんだけど、どうなんだろう。あ、これプケプケだ。おし。おっと、いたよ。やっちゃうか。でスラークがね、強くてね、もうドスジャグラス余裕で倒せるような強さ。オノモードがほんと強いんだこれ。あ、待て待て、痕跡は拾いつつ調査ポイントをくれ。で解毒薬が支給されてたってことは、体調が早速毒になってるし、毒攻撃してくるな。オラ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 。あ、耳栓欲しい。耳栓大好きだったわ、サードとかのモンハンやってる時。
とそこ飛ばれたら届かない、スリンガーがない。降りた。毒は嫌だ。ああ、しかも混乱してる。起きろ起きろ、ついてる。隊長に頑張ってもらう。あ、隊長、隊長後ろにいるし。よし、誰か救難進行察知して来ないだろうか。危ない。この実が破壊されたら多分毒が蔓延する。多分尻尾き、あ、やばい、毒、危ない、かかった。あ、でもプケプケもかかった。スリンガーなんかないかな。あった。ちょっとそこ隊長出た方がいい。そこは出た方がいいぞ。隊長出ようとしねえ。隊長にどうやって解毒薬使ってやるんだっけ、わかんないな。そもそも使ってやることできたっけ。移動するか。おっていうか、あ、こんなの拾えるんだ、知らんかった。救難信号は確かに出せてはいるけど、待て、ああ、今乗れたな、うまいことやれば。もうちょっとこっち来てくれ。よし、乗った。はい、サクサクしようね。よし、隊長も頑張れ。今頭に行ってんのか。ちょっと胴体に移動。はい、刺して。おー、誰か来た。リージョン設定とか特にしてないんだけど、なんかグルーバーって人が来たな。もしかしたら外人かもわからない。よーし、いいぞ。効いてんじゃないの。チャージアックスっていうのがね、 FI から聞いた話によるとモンハンクロスから追加された武器らしいんだけど、お、尻尾切れた。なんかチャージアックスってすごいね、コマンドが多くて難しい武器だって聞いたんだよな。これはもうしばらくもはやってなかったから、ずっとこれでいいな。よし、あ、プレイヤーが来たね。だけどこいつそろそろ倒せそうだぞ。よし、掴んだ。よし、危ない。ちょっと切れ味が落ちてんな。飛んでった。おっと妖精を聞きつけてやってきた人がいるけど、
ドスジャグラスがいる。ドスジャグラスと戦ってる。でプケプケ行こう、プケプケ。ん？上行ったのか。上限達したってことはもう一人来たのか。やべえ、こいつ回復してる。で武器研ぐの忘れてたわ。ちょっと降りよう。4人になった。だけどこれね、途中で人が増えたってことはおそらくモンスターの体力増えてると思うんだよな。お、強いスリンガーだった。仲間が参加してるけど、ここに助太刀に来ない。これ一人で戦ってるのと何も変わらないのでは。お、来た。いや、いいね。なんか仲間が助けに来るって感じ。いいね。最初から読んでたけど。荒ぶってる。危ない。もう一人来たね。素晴らしい。入って。ともう一人も来た。4敗になった。いや、やっぱこの4人集まって1匹のモンスターわちゃわちゃ攻撃してるのがモンハンって感じするわ。すげえするわ。こうじゃ。よし、よし、倒した。楽しい。よし、なんか途中参加した時も思ったんだけど、太刀使ってる人結構多いんだよね。あとは体験あんまり変わっ、ランスとかボウガンとか序盤はまだ不人気っていうか、まあボウガンは金かかるからね、弾とかに。序盤はあんまりいないか。ハンターランク3になった。よくやった。ほう、よし。護衛、これより保留調査を開始する。おのおのなすことを考えろ。次は学者さんの護衛任務ですね。護衛って一番苦手なやつだわ。いや、で納品依頼を済まして、で生態調査の方も。なんや、なんや、進んでるぞ生態調査。プケプケ。でアイテムしまっといて、このままいっちゃうか。これ砂漠マップだね。
また人呼んでみよう。いよいよ痕跡回収の始まりですな。カリウド殿、頼みましたぞ。ついに痕跡とご対面じゃ。わし興奮して寝られんかった。痕跡は大蟻塚の麓にあるようです。相棒、私たちの護衛をお願いします。一番苦手だ、護衛って言っても。そんなモンスター来るかね。ここは古代樹の森と随分違いますね。乾燥地と沼地の入り混じった地帯でな、特有の生態系も見られるんだ。でもモンスター来るんでしょう。そんな時は。救難信号使えないのか。水はけの良い乾燥地から流れ出た水が沼地に溜まる、うん、早速上り坂が。塩酸車殿、決まりどころですぞ。暇だこれ。本当になんか古代樹とは全然違うような風景だけど、ベータにあったよなこのマップ。登り切ったぞ。ちょっと休憩。ほら、大蟻塚が。あそこに痕跡がありますよ。まだまだ距離はありますな。さあ行きましょう。あれか、先行っちゃっていいかな。ツインテールおじさん、下り坂ですね。重い。早くしないとおじさん先行っちゃうよ。おっと、今の音はもしや。皆さん気をつけて。相棒、確認をお願いします。はいはい。リオレイヤじゃ。陸の女王のお出ましか。まずい。もしかして。ニナの衆、分かっておるな。ここで撃つ手はただ一つ。逃げの一手じゃ。戦わないのか。スリンガーを撃って音を出せば離れた場所に気を引けるかもしれません。いや、すげえ見られてるけど、こっち。今だ、走れ。よし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 。体調こいこと、こっち。走れ。逃げろ。戦うのは無理があるかね、こんな格好じゃ。古代樹にはレウスが出て、こっちにはレイヤーが出るのか。すげえ駆け足になってる。するリオレイヤの何たると迫力じゃ。リオレイヤは大切な研究対象じゃ。ハンター殿、いつか狩猟をよろしくな。もちろんさ。と、痕跡。我らのマグダラウスだが、予想よりもはるかに巨大じゃと思わぬか。うん、どの文献に記されているよりもな。
一体どれほどの歳月を重ねればあれほどの巨体を持ち得るのか。目の前にあるのが大蟻塚だけど、そろそろ夢にまで見た痕跡じゃ。寝てないけど。皆さん、もう一息ですよ。ん？あれ、あの横に落ちてるあれ、あれでしょ。あの、名前ちょっと。目の前や。カリウタ殿、護衛の礼を申しますぞ。覚えてないけど、あの、火山石みたいな、火山流石みたいなやつか。相棒、マグダラオスの痕跡を確認しましょう。マグダラオスだ。いやー、ツインテールだ。ついたぞ、ドラマグダラオスの痕跡じゃ。行くぞ。なんと、ボルボロスじゃ。こっちに。かっこいい。今めっちゃかっこよかったけど。このままでは学者さんたち危険です。ボルボロスを狩猟してください。了解です。大丈夫、学者さんたちは私が保護を。まあモンスターはそりゃ出るわな。出ずに狩猟になるとは全く思ってなかったよ。救難信号は出したけど来るかな誰か。相手早速来た。痛い。なんかたまにこのボルボロスと、あ、混乱してる。ボルボロスとね、ウラガンキンがごっちゃになることがある。勝て。無理破壊。こいつ頭すげえ勝てんだよな。あ、痛いの。そういえばキャンプ寄ってないから応急キットもなんもねえんだ。応急キットじゃねえ、応急薬だ。あれ倒れてる。ボルボルス、なんか今ドジなところ見てしまったぞ。あー、チャージ切りができねえ。どう、こいつ確か突進してこの蟻塚すら破壊しなかったかな。いい具合にアリスカを破壊してくれたら飛び乗れるはずなんだけど。待て、さあ二人仲間が来てこっちに向かってくるはず。なんかツインテールおじさんを助けてくれ。
うな。かといって頭硬いから切れねえんだよ。足も硬て。お、4人来た。あー、どっか行ったな。ちょっとこれ拾ってこう。で、すぐ解いとくか。肉、あれ？肉忘れてきた。肉持ってね。と、鉱石。砂漠に生肉取れるようなモンスターいたかな？リオレイヤーの痕跡。あ、いたいたいた。危ない。避けて。あ、はまった。仲間来た。あの武器は昆虫痕か。ちょっとここなら乗って攻撃したい。いてくそ。おこだ今こいつ。わ、飛んでる。あー、乗れねえ。乗った。昆虫痕とかあんだけ飛び回るならすぐ乗れそう。あ、させ。はい、ザクザクザク。ドン。あ、またわちゃわちゃ攻撃するぞ。ほい。もう一人はタッチ。まだ疲れてはいないな。さっき拾ったこれでも使ってみるか。この地帯はなんか魚が、でかい魚いなかったっけ出た時。お、ボウガンか。よし、また乗った。あー、スタミナが切れた。諦めずに何度でも狙っていきましょう。あ、ここすげえ綺麗なところ。あー、昆虫痕どうやってあんな動きしてんだろう。あ、ぬかるみが。お、V 破壊。スタミナを使い切ると突きができます。常にゲージを意識するのが狩りの基本ですよ。スタミナが全然ね。外人も入ってるねこれ。
にかかってるね。突進する、乗りたいな。スタミナがかなり限界だけどな。あ、乗るね。混乱してる。あー、乗れない、これは乗れないわ。おら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 、痛い。ちょっと待てよ、回復はちゃんとやっていこう。スタミナがねえ。で、倒れた。よし、はい、疲れてる。あ、スキンが切れた。オッケー、倒した。学者生きてる？学者生きてるか？いや、仲間が来てくれるのは本当ありがたい。これから毎回呼ぼうかな。無事ですよ。安全な場所に隠れてもらってます。じゃあ迎えに行ってきます。キャンプで待っててください。君はもしかしてゴキ団か？もうそれだけの時間が経つのか。古竜の渡る時期がまた訪れたのか。私もハンターなんだ、一騎団の。よかったら話を聞かせてくれないか。場所を変えよう。そうか、皆に変わりはないか。よかった。学者先生たちの熱意も相変わらずだな。ところで君はあのモンスターを追っているのか？私もだ。痕跡をたどれば真実にたどり着くと思っている。そろそろ行くよ。この近くに私のキャンプがある。君たちも自由に使ってくれて構わない。それと皆に伝えてくれないか。心配はいらないと。私はこのまま導かれるに任せて進むつもりだ。もし君も導かれたのなら、全てを超えた先でまた会おう。今の方は。よく私を見て5期団のハンターだと分かりましたね。1期団の人。ご苦労。
はい、マグダラオス。さて、学者の今度探索捜索か。場所は大アリ塚の荒れ地だ。直ちに向かってくれ。また砂漠。よし、じゃあ長くなったけど今回はここまでにしよう。次回もまた砂漠。はい、ご視聴ありがとうございました。